はい、どうも皆さんこんにちは、おじです。本日なんですけど、イタリア・ローマにあるフェメチーノ国際空港に来ております。というのも先ほどですね、エジプトのカイロから、はい、ITA イタベイズを使ってこちらにやってまいりました。実はですね、一度この空港ね、もう1週間以内に使ったんですね。というのもイタリアから往復でエジプトに行ってたので、なので本日はこちら2回目のですね、利用になります。これからはですね、ホテル滞在期を皆さんにお届けできればなというふうに考えております。はい、で今はですね、そのホテルに行くためのタクシーをね待っているところになります。ということでタクシーが来次第ですね、乗り込んで移動しようというふうに思います。では今ね、空港の雰囲気はこんな感じです。はい、こちらが第3ターミナルがありまして、でずっとこっち行くと第1ターミナルですね、はい、の間にあるこのスポットがUber とかをアプリケーションの方で呼ぶ、はい、タクシー乗り場となっております。で正面に見えているこのブリッジなんですね。このブリッジを歩いてまっすぐ行くと、あちらにね電車の駅があります。それに乗るとね、一発でローマ市内に行くことができますので、はい、そちらもね、その様子をローマ編で上げております。それもご覧いただければなというふうに思います。それではね、タクシーがもうすぐ来るので乗り込んでいきたいというふうに思います。じゃあ、はい、真っ暗ですけれども無事にですね、乗り込むことができました。なんと言いますか、この圧倒的安心感と言いますかね、何も、まあ、心配する必要とか警戒する必要はあるんですけれども、まあね、エジプトよりかはっていう感じです。別にエジプトが悪いとかじゃなくてね、いろいろな国があるっていうことですね。はい、じゃあこれからね、まあ、10分15分ぐらい着くと思いますので行きたいというふうに思います。右手にはターミナル3ですね。じゃあ行きます。はい、タクシーから降りまして到着いたしました。今回私が一泊しますアカデミーホテルというところになります。こちらです。でなぜ一泊かっていうところを申し上げます。実は明日ですね、もうイタリアを出国します。そしてイタリアを出国しまして、スペインマドリードに行くかと思いきや、ただの経由トランジットでイギリスロンドンに向かいます。明日は、はい、移動続きの日々ですが、はい、楽しんでいこうというふうに思います。今日はね、とりあえず、このアカデミーホテルですね、外観はこんな感じの様子をお届けできたらなというふうに思いますので、ぜひ、はい、ご覧ください。じゃあ早速チェックインをしていきたいというふうに思います。よいしょ、じゃあ行きます。はい、先ほど無事にチェックインを済ませまして、お部屋の方に今ね、前の方にいるんですけれども、なんとスタッフの方が少し日本語話せるみたいで、しかも同じ誕生日で、みたいな感じになりましたね。で、なんかね、これがメインのビルなんですけど、建物なんですけど、ちょっと離れたこちらの22番に今回私は泊まることになりました。はい、じゃあ早速中に入っていきましょう。私もね、荷物入れただけなので。で入って一発目の感想、めちゃめちゃいい匂いですね。はい、で入ってパッドがこんな感じです。綺麗、もうね最高、めちゃめちゃ綺麗、もう最高。はい、でまあこんなね、多分おそらく無料でいただけるのかなというふうに思います。はい、こちらもねいただける。でエアコンがありますし、はい、冷蔵庫もあると。はい、ちっちゃいライトと、まあ、ベッドタオル、はい、で枕元に、ライトで、エアコン、テレビ、枕ハンガー、まあそんな感じですね。ちょっとエアコンつけましょう。モードが23度ぐらいしていきましょうか。で、ちょっと私、部屋の中では靴は脱ぎたいので、こちら行ってみましょう。はい。
スイッチを押しまして、あ、イタリアスタイルのトイレですね。こちらハンドソープもあります。はい、で、あ、こちらにもハンドソープありますね。いい感じです。ドライヤー、イタリア最高。はい、で、まあいつもの感じのシャワールームでございます。はい、皆さんおはようございます。ただいまの現在時刻はですね、7時20分ぐらいでございます。これからですね、ホテルチェックアウトしまして、ホテルのね、シャトルバス10ユーロ払って、そちらにて、はい、空港の方に向かいたいというふうに思います。はい。じゃあ、行きましょう。こちらのお部屋でした。22、一番角ですね。じゃあ、行きましょう。フロント。はい。ここは朝食会場になってますね。右手。今回私は朝食は含めていないはずです。っていうのも朝早いっていうのが分かってたので、食べれる時間ないなと思ってました。はい、よいしょ。グモイン。ということでチェックアウトしましょう。おう、オーケー、Thank you。 はい、道を間違えておりましたね。よし、22 OK 22? Yep. It's all okay. OK, thank you. Thank you so much. よし、じゃあシャトルバスを待ちましょう。はい、はい、シャトルバスがやってきました。めちゃめちゃ綺麗なシャトルバスですよ。これこちらでございます。はい、いい感じですね。じゃあちょっと乗っていきたいというふうに思います。はい、乗り込みました。ちょっとね、他のお客さんも今待ってる、そんな状況となっております。はい、バス、シャトルバス出発しました。朝の通勤時間ですね。すごく素敵な朝です、外も。はい、じゃあ10分ぐらいね、揺れていきたいというふうに思います。はい、ターミナルが見えてまいりました。こちらですね。はい、こちらターミナル1で、奥に行くとターミナル2がある、ターミナル3かがあるような感じになっております。はい、おそらくこちらで下車ですね。で、見えてる渡り廊下みたいなものがですね、ここをずっと左向いていくと、あの駅があります。電車の駅があって、そこでですね、ローマの中心部にはテルミニ駅直結でございます。ノンストップで行くものもありますので、イタリアに来た際にはですね、あのローマから、まあ、中心部に、まあ、そちらを使っていく、もしくはタクシーが定額制なんですね。今ちょっとなんぼかな、50とかだったと思います。50ユーロとか60ユーロだったかなの定額制になっているので、まあ、ぜひ乗っていただいてもいいんじゃないかなというふうに思います。ということで降ります。はい、というわけで、シャトルバス降りてまいりました。非常に快適でございました。便利ですね、非常に。 8ユーロとかだったと、10ユーロかなだというふうに思います。それではね、本日のホテル滞在記、ホテルレビューに関しましては以上になります。ホテル相当良かったですね。ということで、次回の動画は、イタリア、ローマ、フェルメチーノ空港からスペインのマドリードに行くフライト日記をお届けできたらなというふうに思います。イベリア航空を利用です。では皆さん、本日もご視聴いただきましてありがとうございます。まだまだですね、寒い日が続いていると思いますけれども、お体にお気をつけて、次回の動画を見ていただければなというふうに思います。じゃあ、お元気で。